江戸時代から13代続く礼儀竜家と礼儀真野と、地獄科学者評論家、地獄急増の、ここがすごいベスト 3! 地獄さん、今日はどんなことのベスト3を教えてくださいますのはい。今日はですね、日本国憲法。これ笑うとこじゃないでしょ。我々が誇る日本国憲法のベスト3。まあ、地獄さん、昨日憲法記念日だったから、それをやるのですね。そうです。本当は昨日やろうと思ったんでけど、忘れてたんですよね。 一日ぐらいですけれども、日本国憲法、ここがすごい。めざすぎよ聞いてください。じゃあ、ちごさん、早速教えてください。わかりました。日本国憲法、ここがすごい。第3位は、理想主義。ジゴさん、これは笑うところですのはい、あの、日本国憲法はね、 第二次世界大戦後に、えー、日本はですね、ちょっとまあ、反省に立ってですね、理想主義によって、あの、我々の国を作るんだと。だから、憲法全文っていうのはね、まあとにかくみんな、あの、信用してるから攻めてこないでね。そう書いてあるわけなんですね。それから、憲法9条。これすごいですよ。あの、兵力を持たない。<laughs> かつてですね、<laughs> 国が、あの、うちは兵力を持ちませんって言ったことはないわけですよ。あの、スイス、衛星中立国のね、スイスでさえ、当然、あの、自分たちのもも兵力は持ってるわけですから、これすごいですね。あの、まあ、例えて言うと、このには摩擦が存在しないみたいな。はい、摩擦は存在しないんだよって。我々どこでもスイスって滑っていけよみたいな。その理想主義が第3位です <laughs>。なるほど。<laughs> 日本国憲法ってすごいですので、ね、そうなんです。すごいんです。そして、日本国憲法のここがすごい。第2位は、象徴。ジろさん、これはあの、笑い声はないんですかあの、幼いです。笑い声はね。なぜかというと、これはあの、恐れ多くも、天皇陛下のことでございます。えー、これはですね、やっぱり、日本国の象徴は天皇であると。 えー、このような、えー、ことが書いてありまして。まあ、これはですね、世界にいろんな象徴があると思うんですけど、我が日本の象徴は一番まあ、誇るべき象徴かなと。はい。何しろ、世界で最も長く続いている王室でございますからね。えー、日本国の、えー、日本国憲法の、ここがすごい第2位は象徴ということでございます。地己さん、これはとても真面目にやられたのですね。それでは、自己さん、こんなすごいところがある、日本国憲法のここがすごいベスト3、第1位。 一位を教えてください。わかりました。えー、ここがすごい、えー、日本国憲法。えー、第一はこちらでございます。<noise> はい。作ってくれた。<laughs> ジさんこれはどういうことなんですのはい、あのー、まあ、こんなにすごい日本国憲法なんですけど、まあ、正直、正直当時の日本人、 えー、その時の日本政府それまでねあの第4天国憲法第4天憲法でもうどん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 もう帝国主義ですよどんどんね軍備拡張してそれでまあバーって負けちゃったわけですけどもその日本人にはあの憲法作れません、はい、作ってくれたとこれ GHQ がですねあの英語の総文を作ってくれましてそれを翻訳したとまあただですね戦後ですね、まあ、東大の法学部の憲法学の教授とかそういう人たちみんなこれ全部白切ってますから <laughs> はい。えー、誰がどのように作ったかってことは抜きにして、まあまあ、条文はありますよね。憲法、日本国憲法の。その条文はあるから、それをちょっと細かく解釈していきましょうかねっていう。はい。<laughs> そういうふうにして、えー、要するにこの、作ってくれたという事実はですね、えー、戦後の日本では、えー、存在しないと。これが、あの、日本国憲法のですね、一番すごいところかなと思います。 まチちさん、本当に日本憲法、すごいですのね。はい。こんなに、あれ、せっかくあの、つくいい憲法作ってくれたんですから。はい。あの、その改正、今でも日本人には無理かもしれませんからね。まあ、とりあえずだから、その、えー、この作ってくれた憲法を大切に我々は生きていきたいと思います。ちょうさん、本当に日本憲法素晴らしいですよね。そうなんです。ということで、えー、 エゾチアへから13代続く礼儀エムと礼儀マナと地獄から来た評論家、地獄寄属がお届けした、ここがすごいベスト3でしたいや、日本国憲法ほんとすごい。ほんとにすごいですよね。半端ないですよ。<laughs>